皆さんこんにちは、ロジータプラス23です。はい、今回はトランペットのガモー君が欠席ということで、今日は、隣にいる犬飼信樹さんに来ていただきました。で、犬飼さん、簡単に自己紹介をお願いします、はい。普段は、日本フィル交響楽団というところに所属しております。ガモーは、僕が、1個前にいた千葉交響楽団という団体にめちゃくちゃ参上出演してくれて、僕が呼んで、いつも一緒に演奏してくれる。結構ガモートだったら何回も一緒にやったことあります、ね、今日はいないと。今日は一曲だけいない。はい、そんな感じです。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ロジータブラスの演奏と収録も残すところ2回となりました。はい、ということで、そうなんです。あと2回。2回。はい。最後2回はこの1年の振り返りをしたいと思います。で、犬飼さんはちょっとね、屋外や演奏、収録について、まあ、そんな苦労があるんだなとか、はい、聞いてもらえたら嬉しいです。わ、はい、かりました。視聴者目線とかね。ああ、視聴者得意です。じゃあ、クエスチョン1。雨の日も風の日も、外で演奏してきましたが、一番記憶に残っていることは何ですか？これは ロジータでファンファーレで、ファンファーレ。雨は幸いなかった。そう、雨降らなかったんです。ですね、ちょっとだけなんかやばい天気、はい、でも中で演奏することはなかったんです。そうですね、結局、確かに晴れパワーが先月だっけ、先月めっちゃ寒かった。晴れそうですね、寒さがやばすぎて、寒さがもうピッチ、もう楽器がキンキンに冷えすぎて、つけたらくっついちゃう。くっついちゃう。確かに。つやなかったのが僕は一番。だから一番最初の音が低すぎてびっくりしたことあった。一瞬何の曲か分かんないみたいな。これ以上上げられないようにびっくりしましたね。ありました。確かに。僕はあれが一番印象的だったな。逆にうまくいった、まあ、楽しかった演奏とか、とかあります。毎回楽しいですね。やっぱり演奏の声援がやっぱり、ね、あれは止まらないです。もうね、すごいね。そうだって、退場して帰る時もずっとなんか通りすがりの方とか、最高でしたとか、めっちゃ嬉しいな。嬉しいですね。あと配信も去年だけですよね、金吾のやばいじゃないですか。そうですね、そうですね。普段ファンファーレしか吹かないメンバーで、確かに、まあ、そのドラムも入れて、結局ファンファーレからスタート、いろいろな曲をやったのが楽しかった。楽しかったですね。面白い曲をいっぱいやってきました。たくさんの方見に来ていただけて、配信、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、クエスチョン2。YouTube 番組に、出るのは三宅さん以外はほぼ初めての方が、まあ、僕も含めて多いと思うんですが、まあ、収録で楽しかったこと、苦労したことはありますかって聞かれて、私別にそんなことないんですけど、皆さんそれぞれ司会やるのがやっぱりちょっと最初した、今日司会みたいな。いや、ちょっとなってる。今日もなってますけどね。あ、今日もなってる。はい、今日もまだ引きずってますね。司会は何回目なんですか？司会は多分おのおのが1回はやってて、今日が僕は2回目。ああ、2回回る人もいるっていう感じぐらいの。大体ゲスト会。確かに。そうですね、ゲスト会の方がちょっと楽ではありそうというか、あ、そうなんか聞けることがいっぱいあるから。ああ、そうだね。そう、いや、僕それで言うと口下手だし声がちっちゃい。すごい、なんか汗を拭いてるよ。そう、なんか喋ったら急に汗が。司会やった時見てもらえたら分かると思うんですけど、もう汗が本当に一生止まんなくて、手汗と額の汗が止まんなくてっていうのが僕は一番印象的だったの。苦労。この真横に並んで顔が見えないで喋る。いや、本当に。そう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 。そういう感じで。確かに、いつもね。端っこ。見出さない。届けとかいう、なんか面波で、向こうの人に喋る。そうそうそう。誰に喋ってるのか分かんない状態みたいなのになる。そうですよね。投げてる。長野の司会も、なんか淡々と。うん。いや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 。
僕だけが。なんか自分はそれこそ演奏の動画を YouTube で上がって、それ、まあ、演奏してる、うん、例えば吹奏楽だったりオケだったりとかで撮られてたやつが動画に上がって映るみたいなことは YouTube でもよくあったんですけど、うん、やっぱり実際にこう収録みたいな感じで自分たちがこういろいろ喋ってこう盛り上げるというか動画を作っていくっていうことに関して初めてだったので、うん、どれだけ演奏するだけが楽だったんだなっていうのがすごい確かに演奏ももちろんそれはその撮られてる中で作ってる緊張はしますけど、喋るよりでも自分たちはまあ音楽家だっていうのもあるかもしれないですけど、浮いてた方が違う、音でなんか伝える方ですけど、言葉で喋るのが得意な人とかそこまで苦ではないかな。確かに、言葉が出てこない。いやですね。音だったらこういう感じっていうのがあっても、これって何て言うんだっけ。そうか。結構喋っててすごいなんか頭の中にすごい、うん、なんて言うんだっけみたいな感じであったのはすごい動画を収録してたのがすごく苦労したな。ではクエスチョン3、最後の質問です。一番頑張った回はどれでしたか。毎回頑張ってますよ。そうですよね。いや、それはそうなんですけど、全力ですよ。ちょっとクエスチョンに書いてあるんで。いや、一番頑張ったと言ったらあのクイズ。あー、クイズ、競馬クイズ。演奏じゃないのかあれがね、答えられたことで私はビールを飲めた。あー、そうですね。あれは美味しかった。あの回、それでクイズしたもんね。でも逆に馬券の回とは。そうそう、馬券を勝ちました。難しかったな。チビチビ買いに行ったりして。そうそう。あ、あの缶以外も買ってる。はいはい。ええー。なんで買わないんだろうと思って見てたら、すごい真剣に冷静に買ってた缶みたいな。いや、やっぱ確かに。あの買った時にやっぱあの完成の中の一部にいたなって思いましたね。うんうん、声でしょ。皆さんの声で分かりますよ、ね。買うと分かりますね。そうそうそう。本当に喜んでる人はすごい飛び跳ねてるし、うん、なんかすごい悔しい人は悔しいみたいな感じみたいな人多いから、なんかまあさにそんな気持ちになるんだ。でもなんかこんだけ歓声と悲鳴が同時に聞けるみたいなことしかないなって普通に言ってた。確かに。うん、貴重な回だなと思って。歓声と悲鳴。なかなかないな。今日は演奏と収録についていろいろと振り返ってみました。そんな苦労もあるんだなって思いながら見ていただけると嬉しいです。それでは演奏に今日も行ってきます。行ってきます。お願いします。23第9回目の演奏、動画はいかがだったでしょうか。皆さんどうでしたか。どうでした。初めてだった。もっとなんか信号的な意味合いで吹くのかなと思ってたんですけど、皆さん演奏としてなんか聞いてくださってる、お客さんがちゃんとこっち見て、いいぞみたいな、嬉しかったです、ね、いいよね。見ていただけてよかった。次回ですね、いよいよ最終回です。演奏日が3月14日木曜日で、現地に来れる方はぜひロジタグラス23最後 の、 あの演奏を聴きに来てください。来てよ。お、ありがとうございます。えもう一回教えてもらっていいですか。3月14日、3月14日木曜日、ホワイトデーの日。あ、ホワイトデーですね。ホワイトデー、まあ、川崎競馬チャンネルでもライブ配信あのされますので、はい、配信の方もぜひチェックしてみてください。はい、はい、それでは次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ急いで馬券会に。馬券会に最後は間に合います。人生初を。初、じゃあ買いに行きましょう。ありがとうございました。寒かった。
様でした。